炎爆。炎爆、学名、アベナサチバは、稲荷からスムギ属に分類される一年草で、その種子は、穀物として扱われる。なお漢字では、炎爆と書かれる。炎麦という漢字や炎麦という読みは誤り。また、英語名の、オーツから、オート麦、オーツ麦、オートとも呼ばれる。また、同族の野生種、エーフォトゥーは、カラス麦の栽培種であるため、 価値が高い、本物という意味の間、間をつけて、マカラス麦とも呼ばれる。干長は六十から百五十センチメートルとなり、止め場の上の石管が長い。葉は幅広く、歯みをかく。胡長は二十から二十五センチメートル程度で、穂型は一般的には三ミノル型であるが、片棒型の品種もある。一個の小ボは二個のツと、えを有し、小鼻一から四を包む。 塩爆の黒竜は A に強く挟まれており容易に、外れないものが一般的であるが、東アジアで栽培されるものは、これが外れやすい、いわゆる裸性のものが主流である。栽培は秋巻きと春巻きとに分かれる。塩爆は、冷涼を好むものの、ライ麦とは異なり、耐寒性は高くないため、寒冷地では当該を受け冬を越せないことが多い。 そのため、温暖な土地では秋巻き、寒冷地では春巻きを行うことが通例である。塩爆は寒冷で、痩せた、高緯度地帯で栽培されることが多く、世界的には春巻きによる生産が多い。麦類の中では、湿潤を好み、生育には多量の水を必要とする。また、麦類の中では、乾燥に最も弱く、生育期に乾燥が激しくなると悪影響がある。 不食度を好むが、生育地の幅は広い。酸性に強く、酸性土壌で広く生育するが、アルカリ性土壌にも耐えられる。よく成長するが、その分倒伏しやすい。塩爆は、一般的に健康的な食品とみなされ、それを利用した健康食品は、栄養価が高いとして宣伝されている。塩爆の水溶性食物繊維の大部分は、ベータグルカンである。 塩爆由来のベータグルカンについて、血中コレステロール値上昇抑制作用、血糖値上昇抑制作用、血圧低下作用、排便促進作用、免疫機能調節作用などが欧米を中心に多数報告されている。このコレステロール低減という特質が確定されたことは、健康食品として塩爆が受け入れられる原因となった。また、炎爆は、 小麦と比べタンパク質や脂質が多く含まれている上、最も利用されるオートミールが全粒穀物であるため、制白された他の穀物と比べてさらに多くの食物繊維やミネラルを取ることができる。逆にこれらの含有量が高いため、デンプンの割合は他の穀物に比べて低く、エネルギー量はやや低いが、これもまた塩爆が健康的であるとされる理由の一つとなった。 原産地は地中海沿岸から日翼な3日、ガツ地帯、中央アジアにかけてであり、この地方には現代でも野草型の塩幕が広く分布している。塩幕の栽培化は遅く、6000年から7000年前の日翼な3日、ガツ地帯の遺跡においては栽培の痕跡が見られていない。しかしこの地方には塩幕や生種は自生しており、小麦や 大麦畑に入り込んで雑草として生育するようになった。やがてこの雑草型煙枠が、休眠性や非脱落性といった穀物の重要な特性を獲得していき、約5000年前に中央ヨーロッパで作物となったと考えられている。この時は厳しい環境でも収穫できることから荒れ地での栽培や不作時の保険として、小麦などと混ぜて発種されていたが、 初期的期時代に本格的に栽培されるようになり、厳しい気候の北ヨーロッパで作物のエンマー小麦に置き換わって栽培されるようになってから、栽培型の普通塩クが成立した。このような成立過程によりバビロフは二次作物と分類している。一方、塩クは東方にも伝播していき、パミール高原などの中国山岳地域において脱穀のしやすい、いわゆる 裸性を獲得し、裸性栽培型円爆、裸円爆の起源となったと考えられる。この裸円爆は、麦、雄米と呼ばれ、中国北部の内モンゴル自治区などで広く栽培されている。一般の円爆は、円爆と書かれ、麦とは区別されるが、中国で栽培される円爆のほとんどは、麦である。円爆は栽培化された中央ヨーロッパを中心に、 栽培され、ローマ帝国がこの地方に侵攻するとともに、ローマにも伝えられた。ローマにおいては、飼料用にしか使用されず、人間の食用となることはなかったが、一方、ローマの北方に居住していた。ゲルマン人は円幕を栽培し、人間の食用としていた。中世ヨーロッパにおいて三方式農業が成立すると、円幕は、大麦と共に一年目の春高地に巻かれ、 主に飼料用として利用された。塩爆が三保式農業の作物に組み込まれたのは、ローマ時代には軍馬としてしか使用されなかった馬が、農法の進歩によって農作業や輸送用として農村部で広く使用されるようになり、各農村において飼料の需要が急増したためであった。また、塩爆の藁は馬などの式料としても用いられた。以後も19世紀に至るまで、 利用は馬の飼料用が中心であり、主に食用とするのはスコットランドなどいくつかの地域に限られてい。スコットランドにおいてはすでに5世紀には広く利用されていた記録があり、主にオートミールやオートケーキなどとして食べられていた。このほか、塩幕はアイルランドやウェールズ、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドなど気候が厳しく小麦の収量が多くは望めない地域において 主要な穀物となっていた。ただし、アイルランドにおいては、ジャガイモの伝来によって、主食の地位はジャガイモへと交代した。中世のフランスにおいても、湿潤な高地においては、塩爆が主に栽培される穀物であった。また、中世のエールには、大麦麦芽の他に、しばしば塩爆の麦芽が使用された。オートミールを食用とするのは、貧しい農民が主だったが、 これは穀物を子に引かなければならないパンとクベメベリが少ない上、石臼を持つ粉屋や,やパン屋から手数料を差し引かれる必要もなく価格も安いためであった。北アメリカ大陸には17世紀にはすでに移入されていたもののスコットランド移民中心の地域を除き食用とはされていなかった。18世紀に入ると気候の寒冷化と人口増加により食生活に変化が起き、 スコットランドでは肉の消費量の急減と時を同じくしてエバクの消費量が急増した。19世紀に入ると塩爆の近代的な品種改良が開始され、20世紀初頭に本格化したことで収量や対等複製、病原菌への抵抗性などが大幅に向上した。塩爆の薬効は古くから知られていたものの19世紀までは アメリカの料理本にはオートミールはほとんど載っていないほどであったが、1870年代にフェルディナンド・シューマッハが塩バを工業的にフレーク化する技術を開発し、塩バクの押し麦、ロールドオーツが発明されることで塩バクは手軽に調理できるものへと変化した。さらにヘンリー・クローウェルがこれをクエーカーオーツの名で商品化し、クエーカーオーツカンパニーが設立されると、食品会社が オートミールの大量生産に乗り出し、19世紀末以降アメリカ中に急速に普及した。さらに1880年頃に、ジョン・ハーベー・ケロックが、それまでグラハムコを使用していたグラニューラという食品を、塩爆のフレークを使用するに改良し、グラノーラが誕生した。グラノーラは、いわゆるシリアル食品の走りであり、以後様々なシリアル食品が開発される元となった。 ついで1900年頃には、スイス人医師のマクシミリアン・ビルヒャーイコール・ベンナーが、ミューズリーを開発した。グラノーラや、ミューズリーはコーンフレークなど他のシリアル食品に押されて生産が少し,していたが、1960年代のヒッピームーブメントによって、健康面から見直されるとともに改良が加えられ、多く消費されるようになった。1980年代後半になると、円幕のふすま、 オートブランが健康食品としてブームとなり、塩爆の人気はさらに高まった。2005年の全世界生産は2460万トンで、小麦、稲、トウモロコシ、大麦、ソルガムに次いで6番目に生産高の多い穀物である。世界で最も生産高が多いのはロシアで510万トンとなっており、以下カ,カナダ330万トン。 アメリカ170万トン、ポーランド130万トン、フィンランド120万トンと続く。冷涼で湿潤な夏の気候に適応しているため、高緯度地帯で多く生産される。北アメリカ大陸においては、特にカナダの大平原地帯及びアメリカ北中部の諸州に生産が集中しているが、これら諸州においては、春巻きの塩爆が栽培されている。それに対し、 より温暖な南部諸州やテキサス州、カリフォルニア州においては秋巻きの煙爆が主に栽培されている。しかしこれら秋巻き諸州の煙爆生産量は少なく、春巻き地帯に集中している煙幕処理工場への輸送費が引き合わないため、ほとんどが地元で資料として消費されるにとどまっている。現在はロシアを除いてどの主要生産国でも生産量は減少を続けており、 1965年から1994年までの間に生産量は世界全体で23%、作付け面積は27%も減少し、生産量ではソルガムに抜かれた。生産減少の理由としては、まず円幕の使用用途であった馬の飼料用需要が急減したことによる、馬は群馬として、 また輸送用の家畜として需要が高く世界各国で飼育されていたが20世紀中盤以降戦車などの登場によって軍馬がほぼ不要となり軍事が消滅した上モータリゼーションによって輸送用需要もほぼトラックなどの自動車にとって変わられこちらの需要も激減したため馬の用途が競争用やスポーツ用を主体としたわずかなものに限られてし飼育数が減少したそのため 馬の飼料を主目的としていた、塩爆生産もそれにつれて急減した。さらに残った需要も、大豆やトウモロコシといった、新たな飼料作物の登場によって競合を起き、その需要も減少した。ただし、現代においても飼料用、特に馬の飼料用需要が、塩爆の最大需要であることには、変わりがない。塩爆の生産量のうち79%は、 現代においても飼料用として消費される。ただし健康志向の高まりやオートミールの普及などによって食用需要の比重は高まり続けており、アメリカにおいては42%が食用や種子用として生産されている。一人当たり円幕の消費量が最も多い国はフィンランドであり、ついでデンマーク、スウェーデン、イギリスとヨーロッパ北部の国々が続く。 ただし、最も塩漠の食用消費量の多いフィンランドにおいても年間消費量はわずか3キログラムに過ぎず、食用穀物として大きな比重を占めているとは、どの国においても言い,いがたい。これは塩漠の主要な食用用途がオートミールにほぼ限られており、小麦やライ麦のように単独でパンにすることができず、主食用としてほぼ使用されないためである。 種子は飼料、または食用として、また、藁は飼料として利用される。食用とする場合、塩爆は利用しやすいよう押し麦や引き割り麦とするか製粉される。脱穀し乾燥させて、粒とした後、加熱して、ローラーをかけると、フレーク、ロールドオーツとなる。塩爆粉にする場合、粒とした後、加熱して、製粉を行う。この粉をふるいにかけ、 塩爆こと、ふすま、オートブラントに分けて、どちらも食用とする。穀物食品の中では、ミネラルタンパク質、食物繊維を最も豊かに含むが、ビスケットなどには使われるものの、グルテンを持たないため、小麦ほどパンの原料には向かない。粗挽きもしくは厚平たしたもの、オートミールを、 水や牛乳などで炊いたポリッジは塩爆の食用時の利用法として最も一般的なものであり塩爆栽培地域である北欧や東欧では古くから子でも食されてきた塩味をつけることもあるが砂糖やジャムなどを入れて甘くして食べることも広く行われているさらに19世紀後半にアメリカにおいて塩爆のフレーク化技術が開発されたことで調理にかかる手間が 大幅に軽減され、軽く煮るだけで調理できるオートミールは朝食として定番のシリアルとなった。このオートミールは開発国であるアメリカはじめヨーロッパ諸国などでも広く食されている。こうしたオートミールにはいわゆるおし麦であるロールドオーツや塩爆の粒を2つか3つほどにカットしたスティールカットオーツがある。ほ、この調理過程をさらに簡略化し、 お湯を注ぐだけで、オートミールのできる、インスタントオートミールも市販されている。このほか、他の穀物と同じように塩爆からも大量乳を作る、ことがで、オートミルクとして市販されている。またビールやウイスキーの材料としても使われる。また、オートミールに、玄米や麦などを混ぜ、蜂蜜や油を混ぜて焼き、さらに、ドライフルーツを混ぜて出来上がったものがグラノーラであり。 フレーク状で食される。また、それを固めて棒状にしたグラノーラバーもおやつや健康食品として市販されている。また、ふやかしたオートミールに果物やナッツを混ぜたミューズリーもシリアル食品となっている。グラノーラとミューズリーの差は加熱処理の有無である。こうしたシリアル食品とは別にオートミール自体を成果原料とすることもある。パンやクッキー。 ケーキなどの生地に混ぜ込むほか、オートミールクッキーなどは代表的な塩幕の菓子であり、欧米では各社から販売されている。イングランドの北部においては、オートミールと糖蜜からパーキンと呼ばれるケーキが作られる。また、煙幕のふすまをオートブランと呼び、欧米では水溶性食物繊維の代表格として健康食品となっている。煙幕を食用に主に用いていた国は、 スコットランドやベラルーシなどである。スコットランドにおいては、煙爆は主国であり、主にポリッチ、カユとして食べられた。現代においてもスコットランドにおいて、オートミールのポリッチは一般的なものである。また、ポリッチをさらに水分を多くして柔らかく炊いたグルーエル、重湯とすることもある。煙爆粉に小麦粉を混ぜて焼き上げたオートケーキも古くからスコットランドで利用されてきた。 オートケーキは甘みがなく塩味で、塩漠は膨らまないために薄く焼き上げられており、主に軽食用とされる。オートケーキの他に、同じく小麦粉に塩漠粉を練り込んで砂糖を加え甘く焼き上げたビスケットも多く販売され、こちらは菓子となっている。また、ベーキングパウダーや塩を入れて作るバノックと呼ばれるクイックブレッドの材料ともなる。スコットランドの名物料理であるハギスは、 茹でた羊の内臓のミンチに玉ねぎとハーブ刻み入れ、つなぎとして塩爆を入れた後に牛脂と共に羊の胃袋に詰めて茹でるかふかすかしたプディングである。スコットランドにおいては塩爆はブラッドプディングのつなぎとしても使用される。また魚料理の衣に混ぜてサクッとした食感を出すのに使われたり、スープに入れとろみをつけるのにも用いられる。アイルランドにおいては ジャガイモの伝来までは、塩幕は、最も広く用いられた穀物であり、ジャガイモ伝来によって取って代わられた後も、オートミールやオートケーキを食用とする習慣残った。ベラルーシにおいては、塩幕は最も利用された穀物であり、主にカーシャ、カユに使用された。ただし、パンを焼くときはより膨らみやすいライ麦が、主に使用された。また、ベラルーシの伝統的スープであるジュールは、 塩爆湖から作られる。アルプス山脈の農村においても、塩爆は主な食料とされた。この地方では塩爆、ライ麦、小麦を作っていたが、小麦はほとんど取れず、ライ麦の収量もそれほど多くはなかったので、日常食として塩爆を食べ、ライ麦パンも日常食ではあるが、より高級なものとして扱い、そして小麦のパンは祝日にしか食べていなかった。 この地方では、塩幕はパン、または粥にして食べていたが、パンといっても塩幕は常実の通り膨らまないので、小麦粉をつなぎに少しだけ使用して、厚さ2センチメートル程度の薄いパンというより、ビスケット状のものにして食べていた。これは、風味は良かったが非常に硬いものであり、1950年代から1960年代にかけて交通網の整備などにより安いライ麦粉や、 小麦粉が入ってくると、この地方で塩漠を食することは、ほとんどくなった。アメリカにおいては、塩漠は、スコットランドからの移住者によって持ち込まれたものの、食用利用は、スコットランド人の多い地域に限られ、ほとんどの地域では、食用度はされていなかった。これが変化するのは、ロールドオーツをはじめとする19世紀後半の技術革新以降であり、さらに、ケロックや、 クエーカーオーツカンパニーをはじめとする食品企業がこれを大規模な広告戦略と共に出したため19世紀末以降に急速に食用として普及した。現代においてはオートミールやグラノーラなどのシリアル食品が勘弁で健康的な食品として広く利用されているほかオートミールクッキーやオートミールマフィンなどは一般的な菓子として広く親しまれている。 中国において、塩幕を使用するのは内モンゴル自治区や山西省など、北西部の一部に限られるが、食用とする地域においては、麺や餃子をはじめ、塩爆庫を用いた多彩な料理が存在している。塩幕の用途のうち最も重要なものは、飼料用であり、特に馬の飼料として盛んに利用されたが、群馬の生産がほぼ停止し、輸送用の需要も急減した現代では、 馬の飼育数が激減し、そのため塩爆の栽培が減少傾向をたどる主因ともなっている。ただし塩爆は馬がよく好む飼料であり、食物繊維の含有量も高く、馬の濃厚飼料としては現代においても最もよく使用れるものである。塩爆が飼料として好まれるのは馬の思考のほか、塩爆はデンプンが少なくエネルギーが低いため、 厳密な飼料の計算が必要ではなく、扱いやすいということも挙げられる。日本での馬の飼育においては、国産のほかオーストラリア産、カナダ産、アメリカ産の円幕が主に使用される。馬の飼料としては、円幕の黒竜そのもののほか押し麦も使用される。押し麦は、消化が良くなるものの栄養素が黒竜に比べやや損なわれる。それ以外の動物、 例えば、鶏の飼料原料の一つとして使用されることもある。畑で生育中の煙幕をそのまま土壌にすき込み、緑皮としても利用される。緑皮として用いられる煙幕のうち、野生種煙幕と呼ばれるものは、西洋茶匹、アバネシトリガッサであり、ネグサレセンチュウなど、土壌病害虫を防除する手段として栽培され、コンパニオンプランツや、バンカープランツとしても利用される。 煙幕の新芽を食べる猫がいることから、飼い猫用に猫草栽培キットとして、またはすでに十数センチメートルほど発育したものが、ペットショップや DIY ショップなどで売られていることもある。また最近ではカドミウムをはじめとする重金属の吸着に優れている性質を利用して、稲やソルガム、モロコシとともに、カドミウムによる土壌汚染の修復、バイオレメディエーションに利用さる。 日本には明治時代初期に導入され、特に北海道において栽培された。日本での利用は、馬の飼料、特に群馬の飼料として栽培が奨励されたため、戦前には栽培面積が10万ヘクタールを割り込むことなく、特に第二次世界大戦中の1940年から1944年にかけては13万1080ヘクタールを数え最高を記録したが、戦後は、 群馬の生産がなくなり、軍事が消滅した上、モータリゼーションの進展による自動車の普及によって、馬の飼育が激減し、馬の飼料が使用目的だった塩爆の栽培面積も激減した。人間の食用とされる例は少ない。その数少ない例として、昭和天皇の養殖タイプの朝食には、いつもオートミールが供されており、映画、日本の一番長い日によると、 1945年8月15日の朝食もオートミールであり、思いのほか質素な食事であると作中で言及されている。しかし21世紀を迎えた頃からシリアル食品の普及によりオートミールやグラノーラが国企業によって生産されるようになり、塩爆食品が国内で広く流通するようになった。さらに健康志向の高まりによってグラノーラバーや オートブラン配合の健康食品なども各社から発売さるようになった。現在、日本においては北海道で生産されており、国内向けのオートミール用に出荷されている。他に日本各地で栽培は行われているが、林作の一環として飼料用や緑肥用とされるのがほとんどであり、食用としての収穫はほぼなされていない。飼料用としての栽培は多く、 サイレージ用や青針などで牧草として使用され、冬作詞両作物としての栽培は、イタリアンライグラスに次ぐものある。主に温暖な地域では秋末期して越冬させるが、寒冷な地域では春末期して夏、または秋に収穫する。イングランドでは、小麦は、食用、塩爆は、飼料用のイメージが強かった。一方でその北にあるスコットランドにおいては、塩爆は、 主職としての地位を確立していた。スコットランド人嫌いの詩人、批評家、サミュエル・ジョンソンが、同時代の辞書に残した演幕の有名な定義がある。オーツ、エーグレーン、ウィッチン、イングランドイズ・ジェネラリー・ギブン・ツー・ホーセス、バット・イン・スコットランド・アピアーズ・ツー・サポート・ザ・ピープル。これには、スコットランド人も激怒し、サミュエル・ジョンソンの弟子でもあったジェームズ・ボズウェルは、お返しに、 ユーモアを込めて、次のように反論したという。which is w I, e イングランド is known for its horses, and スコットランド for its men。スコットランド英語においては、円幕は、コーンと呼ばれることがある。これは、英語においてはその地方で最も重要な穀物を、しばしば、コーンと呼ぶことがあるからである。なお、アメリカ英語においては、他国で、メーズ、メーズと呼んでいたものを、 インディアンコーンと呼び、これが転じて、コーンはトウモロコシのことを指すようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。